ガチャを引こう。こい、ゴー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 ゴはい、どうもみなさんこんにちは、タイムです。今日もジャンプ地やっていきたいなと思います。で、ジャンプ地の方にですね、新しいお知らせが来たのを皆さん確認したでしょうか。で、そのお知らせの内容が、こちらですね。団結バトル、フリーザ襲来。で、こちらのアップデートが今回来た 2.00 によって、チームと、まあ、団結バトルも実装されたわけなんですけども、まあ、そちらの開始が6月の11日月曜日から初開催となっております。まあ、今後もですね、まあ、期間限定で、まあ、何日か何日までっていう形で来るのかなってはとわからないんですけども、こんな感じで、まあ、最初はフリーザが来ますと。で、チームで協力して強敵を討伐しよう。レジェンド神竜。神竜じゃないや。シェンロンですね、シェンロン。シェンロンや貴族星星5確定チケット、ルビーなど豪華報酬をゲットしようと、言ったところで、まあ一応気になるのはそのレジェンドのシェンロンの画像は、まあ、前からね結構出回ってたんですけども、黄色属性の星5確定チケット、これに関しては、まあ今までは属性の確定チケットはなかったんですけども、まあ、今回は黄色属性の確定チケットが手に入ると、まあ、言ったところで、黄色属性をね、まだ持ってない方、もしくは少ない方に関しては、かなり朗報なんじゃないかなと思います。で、下の画像を見る限りは、まあ、シェンロン以外にもですね、その黄色属性の確定、で、あと金色と銀色ありますので、まあ、何かしらね、まあ、複数もらえるのかなと思います。で、団結バトルの方法にしては、まあ、チーム戦の時の説明と同様ですね。まあ、まずは冒険で手配書を手に入れる必要がありますと。で、まあ、敵なんですけども、まあ、一定時間、まあ、1時間かな、まあ、経過後に、まあ、逃げてしまうと。なので、それまでに倒さなくちゃいけないっていうところですね。まあ、こちらの画像でいくと、HP がね、5万ぐらいですので、まあそうですね、まあそこら辺の敵よりは、まだ最初なので弱い、まあ設定にはなってますけども、そちらもね、倒す数とか、もしくはそのチケットの内容によってはかなり強敵になるかもしれませんね。あとはこちらが、粉具合が出てるのかな？まあ、ゲームプレイには差し支えないと。でね、チームの方もですね、私のチームも、まあ、30人、定員、マックスと、なりまして、まあ、一応ね、チャットの方でも何回か自分参加させていただいてるんですけども、まあなかなかね、まあ24時間ちょっと見てることは無理なんですけども、時間あるときはね、ちょっとチームのチャットの方にも、まあ顔出ししていこうかなと思ってますし、まあ何かね、わからないことがあればチャットの方でも発言してもらえれば、まあみんなね、まあ強い方もいると思いますので、まあ、教えてくれるんじゃないかなっていうところですね。で、今回ですね、ちょっとチームに、入りたくて、買ったって言って申請してくれた方の中から、まあ、一応ね、今回は、まあ、最後初の20人から10何人までに関しては、まあ、以前から、入りたいですって言ってくれた方や、まあ、チャンネルの方にね、まあ、コメントしていただいた方、まあ、ツイッターの方で、入りたいですって言ってくれた方の中から、選ばせていただきました。でですね、まあ、残りの方は一応抽選という形で、選ばせていただいたんですけども、まあ、それでもね、入れなかった方、本当に申し訳ございません。
で、こちらの30人っていう定員枠に関してなんですけども、もしかしたらね、まあ、今後増えていくかもしれないので、まあ、その時にね、もしまだ入りたいって言ってくれる方がいましたら、その時も、よろしくお願いします。まあ、レベルが上がればね、定員枠増えるんでしたら、まあ、全力で、上げちゃうんですけども、なかなかね、この30人ってなってくると、ちょっとね、困っちゃいますね。まあ、せめて50人、100人とか、欲しかったかな。で、今回なんですけども、まあ、皆さんね、まあ、すでにもらってるかもしれないんですが、チームに参加される方、もしくはチームを立ち上げた方に関して、10連チケットガチャがもらえるんですよね。なので今回は、そちらを使って10連を引いていこうかなと思います。いやね、チームに参加、もしくはチームを立ち上げた方に、まあ、10連チケットもらえるってことで、これはね、かなり嬉しいんじゃないかなと思いますね。まあ、10連チケット、まあ、10連ね、普段引くのに、まあ、結構ね、ルビー必要になってきますので、まあ、これがチケットでもらえるっていうのは、かなり嬉しいことだと思います。で、今回特に狙っていきたいキャラクターは、もちろん未生児のキャラクターですね。個人的には、まあ、ゾロであったりとか、あとは、桃太郎。え？桃太郎？合ってるこれ。桃太郎で。あとはそうですね、特に欲しいってなってくると、チトゲですかね。あと現状とかもいいけど、まあ、チトゲも欲しい。チトゲとゾロをね、ちょっと欲しいかなって思ってたりとか、あとはそうですね、デク。かなあと神田とかも欲しいですね。まあ、まずそもそも、星5が当たるのかっていうところが、まあ、ボーダーラインになってきますので、まあ、星4以上確定だけど、星5が出るかはわからないと。まあ、言ったところで、1体でも当たってほしいなと、思いつつ引いていきたいなと思います。ガチャを引きますか。引きます。まずは、青画面。それでは行きましょう。ガチャを。引こう。来い。ゴー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 。え、何来る？何来る？おいおいおい。これはやばいぞ。来るか？これ来ちゃうか？これ。これ来ちゃう？ポーン。あ、でも持ってないわ。あ、持ってないですわ。よかった、星5。こちらは、まあ、言わずも知れた、セイントセイヤのセイヤですね。で、青属性、ペガス流星剣で、まあ、開けるダメージ軽減しつつ、敵にダメージ与えると。で、友情技は、バフかけて受けるダメージ軽減。で、特性が、敵から攻撃を受けると 10%、まあ、自分にバフをかけると。うん。これ良かったんじゃないでしょうか？うん。で、月曜日からに関しては、まあ、もちろんね、まあ、フリーザ、まあ、ガチね、周回したいなと思ってるんですけども、そのチケットのドロップ率が、まあ、どのぐらいなのかなっていうのも気になるところですよね。まあ土日中とかにね、まあ実装してくれれば、まあ回れる方結構増えたかなと思うんですけども、月曜からってなってきて、まあまだね、ちょっと期間の方がありますので、まあそれまでは、まあレジェンドのね、まあ強化であったりとか、まあ自分のキャラクターの強化、もしくは、まあ今チーム強化も来てるところで、まあコイン貯めたりとか、あとはですね、まあ各降臨、各技レベル上げのクエストも実装されてますので、まあそちらでね、を周回していくっていうのもいいのかなと、思います。まあ、自分もですね、最近ある程度のキャラクター、まあ、技レベルの方も上がってきて、あとは、進化、じゃあ、覚醒ですね。覚醒の方もある程度、まあ、進んだので、まあ、今は必死にコインの方を貯めたりとか、あとは来たばかりのレジェンド強化ですね。
まあ、そちらをね、ひたすら周回してます。で、コインの方は、とりあえず今ね、4,696,759 コイン、まあ、溜まったので、ちょっとね、1億目指して、ちょっとコイン貯めたいなとも思ったんですけども、まあ、そうですね。まあ、コイン貯めるのもいいんですけども、今はちょっとね、レジェンド強化の方、まあ、しようかなってことで、まあ、レジェンドね、まあ、強化の方してるわけなんですけども、まあ、ちらっとね、今の状態見ますか。こんな感じ。アテナが レベル6。で、聖十郎が5。で、クロス師匠がね、4と。まあ、言ったところで、まあ、みんなマックスになってないんですけども、まあ、コツコツね、まあ、みんな5ぐらいまで上げとこうかなっていう感じです。はい。まあ、てなわけでね、今回はこの辺で終わりにしたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またねー。